開幕投手。1年の最初の大切な一戦のマウンドに上がることを許されたのはチームの顔として認められた証。特に巨人の開幕投手ともなれば注目度も格段に上がり、大きなプレッシャーものしかかります。そこで今回は歴史ある巨人において2010年以降開幕投手を務めた選手たちをまとめてご紹介します。2024年、阿部慎之助新監督から開幕投手に指名されたのは戸郷翔征投手でした。2018年のドラフト6位で巨人に入団した右腕はプロ2年目に9勝を挙げてブレイクを果たすと、その後も順調に成長を重ね、2022年には自身初となる2桁勝利を達成。2023年の開幕前に行われた WBC でも日本の世界一奪還に貢献するなど、球界を代表する選手の一人となりました。この1年間の自分自身ではなく巨人の成績を占う試合と開幕投手の大役に力を込めた戸郷投手は、阪神との開幕戦で6回無失点の好投、見事初の開幕投手で白星を勝ち取りました。開幕戦という重要な試合で何より無失点で抑えられたことが一番良かった、やっと肩の荷が下りたと試合を振り返った戸郷投手、大きなプレッシャーの中でもきっちり自分の役割を果たしてみせました。その後も先発ローテーションを守り続けている戸郷投手は2024年6月9日時点で11試合に登板、5勝3敗ながら防御率は 1.83、 しっかりとゲームを作るピッチングを展開しています。5月24日に甲子園球場で行われた阪神戦ではプロ野球史上89人目通算101度目となるノーヒットノーランを達成。巨人の投手による甲子園での阪神戦におけるノーヒットノーランは1936年9月25日にプロ野球史上初のノーヒットノーランとなった沢村栄治以来88年ぶりという快挙となりました。球団史に残る伝説の大投手の名前にも再びスポットライトが当たる活躍を見せた戸郷投手。今シーズン巨人の先発の柱として久しぶりのリーグ優勝、日本一の原動力となってほしいところです。2014年の MLB ドラフトで全体14番目でサンフランシスコジャイアンツから指名されたタイラー・ビーリー投手。2019年にはメジャーで24試合に登板、うち22試合は先発としてマウンドに上がり5勝10敗という成績を残したものの、そこからは目立った活躍もなく2023年に巨人に移籍することとなりました。そんなビーリー投手ですが、異国の地でいきなり大役を務めることとなったのです。当初開幕投手を務めるはずだった菅野智之投手の体調不良によって急遽回ってきた開幕投手のマウンド。巨人の外国人投手としては2017年のマイルズ・マイコラス投手以来、 NPB 在籍経験のない外国人投手としては史上初となる異例の抜擢に対し、6回2失点の好投で応えたビーリー投手。勝ち負けこそつかなかったものの、まずまずのデビュー戦となりました。しかしその後先発ローテーションを守り続けたものの、味方の援護に恵まれずに初勝利を挙げることができずに2軍に降格。最昇格後は中継ぎとして登板を重ね7ホールドを挙げましたが、結局未勝利のままシーズンを終えることとなりました。オフに自由契約となってしまったビーリー投手ですが、クリーブランドガーディアンズとマイナー契約を結ぶと3月28日にメジャー契約を勝ち取り、開幕をメジャーで迎えました。しかし13試合に登板して1勝を挙げたものの、防御率 8.36 と打ち込まれたこともあり、再びマイナー降格となってしまいました。2010年から2024年までの間に実に8度も開幕投手を務めたのが菅野智之投手です。すでに巨人で一時代を築いたと言っていい菅野投手ですが、開幕ゲームでの安定感も抜群。過去8回に登板して5度勝利投手に輝いています。
さらに過去8度の開幕投手を務めたシーズンでは2桁勝利を6回達成。開幕だけではなく1年を通して活躍しています。沢村賞を2度も獲得するなど数え切れないほどのタイトルを獲得している菅野投手ですが、2023年は自身の体調不良、2024年は戸郷投手に奪われ2年連続で開幕投手の栄誉から遠ざかっています。さらに2024年シーズンの初登板は開幕6戦目、開幕ローテーションにギリギリ残ったというのが現在の菅野投手の立場といえます。今シーズンで35歳、ベテランの域に入っていることは明らかですが、それでも前年の2023年にわずか4勝に終わった鬱憤を晴らすかのごとく、2024年シーズンは6月9日時点で8試合に登板して5勝負けなし、防御率は 1.20 と抜群の数字を残しています。全盛期のようなストレートの球速はないかもしれませんが、その分だけボールを自由自在に操る投球術を駆使して打者を手玉に取る姿は健在。現在通算126勝を挙げている菅野投手、これからどこまでその数字を伸ばしていくことができるのか注目していきましょう。2015年にメジャーリーグのテキサスレンジャーズから巨人へ移籍したマイルズ・マイコラス投手、日本移籍1年目からいきなり13勝を挙げる活躍を見せてくれました。チームスタッフが、巨人には真面目な外国人はこれまでもたくさんいたけれど、その中でも一番真面目と語るなど、野球への取り組みも評価されていたマイコラス投手は、来日3年目のシーズンとなった2017年、 WBC に出場した菅野智之投手に代わる形で開幕投手を務めました。自身初の大役を務めたマイコラス投手は7回を99球でまとめ2失点の好投、見事に白星をつかみ取りました。その後も年間を通してしっかりと先発ローテーションを守り続けたマイコラス投手は、自己最多となる27試合に先発して14勝8敗、防御率 2.25、 187個の三振を奪い最多奪三振のタイトルを手にしました。最高の形で1年を終えたマイコラス投手は、その年のオフにセントルイスカージナルスと契約してメジャーへ復帰、いきなり18勝を挙げる大活躍で見事最多勝のタイトルを獲得しました。メジャーに復帰した後、日本での日々を振り返り、最高のファンと日本の食事は今でも忘れられない、築地の魚、焼肉、炉端焼き、春の桜、いちご狩り、長野の桃、いろいろと恋しいんだよと語ったマイコラス投手、いつかジャイアンツに復帰したいんだとも語っており、いつかそのピッチングを日本で再び見られる日が来るかもしれません。2010年のドラフト2位で沖縄県立糸満高校から巨人に入団した宮國良介投手、プロ2年目に1軍デビューを果たすと、いきなり6勝を挙げる活躍を見せ、将来のエース候補として大きな期待を寄せられました。迎えたプロ3年目、この年行われた WBC に出場した内海哲也投手の代役として開幕投手に指名された宮國投手、20歳で開幕投手を務めるのは長年にわたり巨人で活躍したレジェンド右腕桑田真澄投手以来の快挙となりました。勝ち星こそつかめなかったものの、大役を果たした宮國投手はその後も先発ローテーションで登板を重ねますが、思うような成績を残すことができず、結局前年と同じ6勝を挙げたものの7敗、防御率も 4.93 と悪化してしまいました。開幕投手には指名されたものの、怪我の影響もあってポストシーズンでの登板も果たせず、苦しいシーズンとなった宮國投手、そしてこの年を最後に宮國投手の成績は下降線をたどっていきました。2020年には巨人を戦力外となり12球団合同トライアウトに参加、その後 DeNA と育成契約を結び、2021年の8月30日に支配下登録に復帰し4年ぶりの勝利を挙げましたが、これがプロ野球人生最後の勝利となりました。2004年に巨人に入団した内海哲也投手、
プロ2年目の2005年にプロ初勝利を挙げると、3年目の2006年からは3年連続で2桁勝利を挙げるなど、巨人の先発投手陣の一角として活躍を続けました。2007年に自身初の開幕投手を務めた宇都宮投手は、その後2010年と2012年にも大役を務めました。3度務めた開幕投手の成績は2勝1敗と勝ち越している宇都宮投手、唯一開幕で黒星を喫した2012年はその後巻き返す形で15勝を挙げ、2年連続の最多勝を獲得しています。2018年オフに住谷銀次郎選手の人的保障で西武に移籍、2022年限りで現役を引退した宇都宮投手ですが、現役通算135勝という成績とともに高く評価されているのがその人間性です。チーム内にあった派閥意識を排除するように努め、後輩投手へも積極的にアドバイスを送るなど、チームの環境整備に尽力。 FA で移籍してきた選手たちがチームに溶け込めるように、橋渡し役としての役割も積極的にこなしました。そんな宇都宮投手の姿を間近で見てきた後輩たちは、自然と宇都宮投手を慕うようになっていきました。後輩の一人である今村信孝投手は、あれだけプロで実績を残しているのに、誰にでもいつでも態度が変わらない、天狗にならないし、若い僕たちとも気さくに話してくれる器の大きい方です。プロで出会ってから自分も活躍してああいう人になりたいと思いましたと語っています。2024年から巨人の一軍投手コーチに就任した宇都宮氏、かつて共にプレーした阿部慎之助監督と共に、愛すべき後輩たちと日本一奪還を目指しシーズンに臨んでいます。2004年のドラフト7位で巨人から指名された遠野俊投手、プロ入り後は度重なる怪我の影響もあって、3年目でようやく1軍初登板を果たすのみと結果を残せません。しかし4年目の2008年にオープン戦で結果を残すと、開幕メンバーには残れなかったものの、シーズン途中から1軍に昇格し、中継ぎで登板を重ねます。この年28試合に登板し、プロ初勝利を含む2勝を挙げた遠野投手、背番号17を与えられ、飛躍を期して迎えた2009年は開幕から先発ローテーションに加わり、制球難に苦しみながらも8勝を挙げ、クライマックスシリーズや日本シリーズでの登板も果たしました。2010年は13勝を挙げて自身初となる2桁勝利を挙げた遠野投手、着実に実績を積み重ねて迎えたプロ7年目の2011年、遠野投手はついに開幕投手に指名されたのでした。4月12日のヤクルトとの開幕戦のマウンドに上がった遠野投手は7回途中2失点の好投、自身初の開幕投手を勝利で飾ったのでした。しかしその後は好投しても勝利に恵まれない試合が続き、原監督の意向もあり抑えに配置転換、宇都宮投手の離脱もあって後半戦からは再び先発に復帰するなど、チーム事情にも翻弄されてしまった遠野投手、なんとか8勝を挙げて開幕投手としての面目は保ちましたが、翌年以降は成績を残すことができず、2012年オフにはオリックスにトレードで放出されてしまいました。いかがでしたでしょうか。開幕投手に指名された選手はローテーションを守り続けると各チームのエースと投げ合うことになります。そうした中で勝利を積み重ねていくのは簡単なことではありません。厳しい条件下でも結果を残し、8度の開幕投手を務めた菅野投手がいかにすごいかが分かります。2024年に自身初の開幕投手を務めた戸郷投手がどんなシーズンを送るのか注目です。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。